はい、皆さん、こんばんにちは。そして、いらっしゃいます。ユーザーの空気です。それでは、バイオハザード。RE3 やってくよ。ジルが、重傷を負っている。まあ、意味ないよね。じゃあ、スタート。カルロス編をスタート。タイル、タイル。バードはどこだ？多くの研究室だろう。無茶するなよ。俺も向かう。了解。無先に行くぞ。茶するよ。ニコライのクソったる。結構あるね、これ。アサルトライフル。なんでってこんな 病院にアサルトライフルたまんだ。ここ入れないね。ドケモンがいっぱいいっぱいですね。よいしょい、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 いただき、ヘッドショット、ヘッドショット、クリティカルヘッドショット。大丈夫かい？相手を捨てる暇はない。よっしゃーい。あんま弾使いたくないんだけど。よし、いいだろう。レッドハーブ、レッド、レッドハーブ、レッドハーブって、いらねえよ。これはジル編があるということか。先日、キラン病院最先端の技術。世界中の一新するくらいの医療があるみたいですね。どうせアンブレラ社が関わってるんでしょ？ん？お宝。お。イェーイ。カセットテープ。なんだ。テープ入ってないのね。ここまだあるみたいだね。何があるんだ？あっち。キーピックないとダメやんけ。まあ、そんなとこよね。これ赤ね。お、グリーンハーブやっと来たよ。スプレーありすぎだよね。助けて。何やってんの？どうしたんや？閃光。ピカッ。ピカッと光るけど、起き上がってくんなよ。だが、ダーン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 。くぅ。
아, 난 정어요. 으아. 너무. 아. 가도 기다. 아. 나도 이 기득단가에 와래. 아, 그래. 오 마이 마이 기대. 아, 난 누구야? 그 맞죠. 나카니와 있겠냐? 거기 마카네. 2階かな。ああ、生きてる、生きてない。なんで落ちてきたんや。滑りやすくなっております。チャーリー君、お前は生きとるんやな。バカなライになった。全員倒す必要はないんだ。ハンドガン助かりました。いっぱい部屋ありすぎだろこれ。まあでも開くとこと開かないとこあるっぽいし。セーブルームでした。あー、なんだ。例の奇病、まあ、D ウイルスだろうな。ドクターヤング、ドクターヤング。感染してますね。感染しちゃった。テヘペロみたいな。アサルトライフルの弾。ありがてえ。薬ありすぎだろ。お預け、お預け、お預け。みんなどこか？ねえ。ああ、地図。来た、地図。ナースセンター、2年室、あれ ?2 年室なんだ。おい。ムックカーですね。生きてるやついるか？生きてるやつ。死んでる。死んでます。これは殺されてない？なん、戦局がいるか。ねえ。ないね。事務課 ID カードの現金ロッカーに保管してください。ロッカールームの鍵を中にアドアドしとく。ふざけんなよ。中庭に行けってこっちゃ。ん、手は尽くした。でもあまりに無力だ。はあ、断末魔しかない。上空からヘリの音。
カプコン製のヘリが。アリアナ、ミランダ、ダコタ、みんなごめん、何か近づいて、助け、ブブラー。この人がヤング先生。ペヤング先生。ペヤング食いたくなティッシュじゃん。中庭に向かいって。中庭。ナースセンターだ。ここがナースセンターかな。これは俺じゃ通れない、ね。何？アシュリーだったら通る。ああ。中庭に来たぜ。お。こいつは。グリップかい。どうすんの、ほら。あ、なるほど。鍵。鍵来たー。向こうには行けないのかな。一通みたいです。あ、まあ、ガッチャ。いっちゃいっちゃ。生きてたんですね。うん、キル刻んでやる。ちょっとナースステーションとかいろいろ行ってみたい。ハンターか、めんどくせえな。大丈夫ですね。大丈夫かこれ。手洗いうがい。あ、テープ。治療室に向かうのは私は担当している感じが見えた。そうなのだ。誰だよ。投げで潰されたりしない。なんかしないんだから。どうかな。おう、いらっしゃい。お待たせでした。ピカッと光ります。なんでお前が起きるんですか。頭おかしい。あ、生きてるよね。くー、全然当たんねえしょ。なんでみんなこっちから来るんだ。ピカッと光ります。ドタマぶち抜き。全然起きないね。カセットテープがどっかであるんじゃないんですか。ああ、お目覚め。手榴弾。あれ？ないね。
なんやんけ、ちょっと待って。金庫。ああ、まだいた。どうしたん？ハンドガンね。ラッキー。ドドバー。生きてます？生きてんのかい？勝てよ。頭ちょん切りました。ハンターがいる方か。まずはカードキーかな。開けるっしょ。誰も来ないんや。先行うち。だあ、貴様生きてんの？生きてない。誰よこれ。誰？ジョンさん、ジョンっていう人。これはいらん。これはいらん。クイックセーブ入ったね。あー、来ちゃったかな、ハンターが。おお、長エルです。カニカニハンターじゃん。何者だてめえ。ふう、待って。ふう。嘘。よし。やばい。あー、やべえ、行って。意外と可愛い顔してます。たまないよ。たまなし。ほら。クラッとくかい。驚かせやがってこの野郎。聖剣継ぎ。ああ、なくなっちゃったよ。どうすんだよ。セーブしとこ。ここだ。ピー開けちゃう。ああ悲惨だね、これは。ああいらっしゃい。あれやべ。ドゴン、ドゴン。よし。おー、
します。なんてやろうだよ、これ。よし。やりったけな弾がないです。ああ、こっちから出る。こっちから出ただけ。開くんですね。あ、ちょっと行って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 。いて、あいたー、くそ難しいな。いや、ここ開けてねえ。使ってみよう。ハンドガンか。お、アサルトある。ああ、手榴弾いっぱい。それはいい。もうないのか。あれ、まだあるね。何があるんでしょうか。する大丈夫ですね。他はあ、あるドキュメントか。ああ、93か。ここであるのか。93ね。でもまだあるね。あれ、まだある。どこに。あ、グリーンハーブ、オッケー。金庫は開けちゃう。開いたー、93。あ、ダブルマガジンだ。デュラルマガジン。これなら勝つるのでは。勝つるかな。手榴弾ぶち込みまーす。おねんねしてるね。いらっしゃい。いらっしゃー。あー、もったいねえことした。いるわね。どうしたらいいかしらね。カセットテープ、きたー。うん、嘘。
うっそー、なんでやねん、もう。チキショー。さ、スタートしまーす。なんだよ、あいつ。よし。オッケー、これでどうすんだ、わからんね。これでおしまいか。で、出るじゃん、出ると出てくんじゃん。さらば。いいのか。それでどうすんだろう。あ、音声ロックか。欲しい、欲しい。さよなら。弾の無駄なので相手にしまい。Thanks and then death。開かずの扉ってこれか？なぜ博士のオフィスに軍事関係の書類があったのか知りたいだけです。私は誰だと？生命科学の権威、ナサニエル・バードだぞ。私は君のように患者の下の世話だけしていればいい看護師とは違うんだ。上層部の人物とのコネがいくつもある。君には想像もつかん様々なプロジェクトについて軍から相談も持ち込まれる。だから余計な詮索をして私の時間を奪うな。はい、申し訳ありません、博士。パワハラ野郎だな。え、書類の中身は見ていないんだな。はい、言われた通りシュレッダーに。よし、シュレッダー。じゃあさっさと患者のクソの始末に戻るんだな。それが君の仕事だろう。私の靴も磨いておき。はい、博士。なんじゃそりゃ。ピカピカにするのが専門だろう。もう行け。このことは内密にしろ。どの内密や。おいおい、とんだゲス野郎だな。とんだゲス野郎。あんたゲス野郎だ。荒れてんねー。あ、ブライアンアイス所長来たー。あれ腐ったら所長。お楽しみだ。ネイト、おう、死んでんな、こいつ。バード博士。タイレル、バードは死んだ。撃たれてる。マジかよ、ワクチンは？今探してる。PC があるはずだ。それで調べてみろ。ワクチンだ。おい、視力検査。なんで殺されたんだ？誰が殺したんだよ。ニコライだな。あぽい。あぽい。お、いいね。これだな。グレック、テスターさん。ねえ、ニュースを見ているな。この棒で悪いのウイルスが合衆国全土に拡散するだろう。ワシントンには死亡、亡、亡者、亡者ね。無理が押し寄せる。君には危機が迫っているんだ。だが、大切な友人である君だけに、特別にこの細工から流れる方法を教えてやる。一人分だけある。おー。
これは言うなれば聖杯戦争。ネイト。このネイトってやつかな。特別なパーティーを楽しもうじゃないか。へぇー。誰だ？開発主任、ナサニエル・バードだ。9月29日、午後11時。私には時間がない、そう痛感している。これから私が話すことによって、すべてが白日のもとにさらされ、私の名誉が少しでも回復されることを願う。今、この町を襲っている災害の原因は、すべて生物兵器である T ウイルスの漏洩にある。そのウイルスを作ったのは私の雇い主、アンブレラ社だ。アンブレラは T ウイルスのワクチン開発を私に依頼した。この私のオフィスにサンプルが保管され、地下施設にも備蓄されている。だが上層部の連中は保身のため、処分しようとしている。世間に知られたらまずいからだ。さらにウイルスの存在を示す証拠を全て消そうとしている。お前だ。私はバカではない。私にも身の危険が。ブレラ社ニュースカーか。ジルは最初から分かってた。なのに俺を信じてくれた。ああ、ぶっ壊して。開いたー、なんで？ぶっ壊すわけですね。ここに。G ウイルスかな。ジルーイ。今助けちゃる。誰かキス。タイル、ワクチンを見つけた。よし、今そっちに向かってる。気をつけろ。気をつけろ。町の惨状を見てないのか。無事にたどり着けたら奇跡だ。タイレル編が始まるんですよ。しまったお前か。これでも食らってけ。戻るのも一苦労だな。サラダバー。え、間違えちってもあれ？姉さんどうしたの？上に並んでくださいね。皆さんどうしたの？ジェル。もう大丈夫だ。もう大丈夫かな。決まってんね。頼む、聞いてくれよ。なんだ？お前か。タイレル、一体どうした？やられたか、お前。ラクーンシティに拡散するウイルスの封じ込めは不可能と判断しました。10月1日に巡航ミサイルでラクーンシティを爆破します。未感染だと判断する市民は直ちに脱出してください。これは試験放送ではありません。繰り返します。1日しかないじゃないか。
まだ生存者がいるんだぞ。政府が気にすると思うか。くそ、奴らが来た。ここにいろ、俺が片付ける。で、外は敵がうじゃうじゃいる。うじゃうじゃ、うじゃうじゃパラダイス。すっきり。と言ってもな、セーブしよう。ジルを守る。守れる自信がありません。奴らの侵入経路を断つ。バードのシャッターを下ろすぞ。どうやってやるんだ。病院のセキュリティシステムに侵入する。それまで持ちこたえてくれ。急いでけろ。なんで。なんじゃこりゃ。お楽しみはこれからだ。お楽しみパラダイス。これ避けらんねんだよな。さて、お楽しみはこれからだ。くるー。IT 見えない。くそー、難しい。よいしょ、あ、だめ。
はいはいはい。先生。まだかい、まだ来るかい。ギリギリ行って、どっから来てんの。あー出たー、邪魔なんじゃい。進化するんじゃねえ。あー入ってきちゃったじゃん。あーどっから来てんだお前ら。あとちょいで爆発。さよなら。あぶれー。カルロス、無事か。いや、散々だ。だが、とにかく散々。今から戻る。ワクチンがしっかり効いてる。よかった。どこ行くんだ。やることがある。やることってなんだ。街はもうすぐ爆破される。お前は政府に連絡してくれ。ワクチンを見つけたって時間を稼げ。肝が座ってるな。なんだ。よかった無事か。いい知らせだ。全て終わった。町は安全だ。いい夢ですか。ここはどこ。何が起きてるの。市民の皆様、ラクーンシティは数時間後にミサイルにより爆破されます。ミサイルはあらゆる生物病原体を根絶します。誰一人生き残れません。10月1日。嘘でしょ。そんなに経ってるの。一時経ってるやんけい。ああ、セーブしよう。
なんでか。お。なに。取れねえし。ケツ。他はないか。目覚めたか。うい。助けてくれたのね。いや、俺じゃない。カルロスが助けた。あんたをここまで運んで直した。大したやつだ。彼はどこ？地下施設だ。そこに町を救えるワクチンが備蓄されてる。一人で行くなんて無茶すぎる。私も行くわ。待て、放送を見ただろう。この町は爆破されちまう。俺はそれを阻止するためにあらゆる手を尽くしてる。奴に任せろ。彼はプロなんだ。私もよ。私もよ。何を言っても聞きそうにないな。アンブレラの地下施設はこの病院の地下にある。カルロスからも連絡が途絶えた。用心するんだぞ。ああ、ひでえありさまだな。何もない。ああ、ハンドガンの弾いらねえって。ハンドガンよりもむしろ他の弾がいるんですけど。これしといてよかったね。これね。書いた。マグナム。マグナムだってどこにあったよ。ですね。あー、これ以上持てねえ。さて、てか地下ってどこにあるんすか。あ、最低。もう最低。お前らみんな最低だよ。えっち。炸裂さん強。スリーバーストショット。でー。うざい。よし。ほう。くあ、ダメだ。いてぇ。くさくっとく。箱があるの。あれ、まだ生きてんのか、ケツ。グリーンゴー、そのまま食っちゃう。間違えちゃった。
くね？なんだよ。買った。マグナムの弾いらぬ。出る口いっぱい。ここか。あ、いらねえ。ステッチョ。よし。また事故。あれ、ここあれなのか。 RE2 ではそうだけど、ラストか。病院の地下にこんな施設があったなんて。どんな施設だよ、マジで。これか。はい。ああ、最後のバック。エレベーター、サブ電源ヒューズを代用し、出たヒューズね。アンブレラシ、開かないね。そんなもんかな。はい、というわけで今回はこの辺にしていきたいと思います。それではね、次あたり終わりかな。それではまたのご来店お待ちしております。バイバイ。